やにゃ내가죽어도조직은영원해죽어봐라おい、しっかりしろ。おい、子供を頼む。安心しろ、俺は奴らとは関係ないんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。オジマ、アイナ절대못줘。やめろ。이건나죽게내버렸죠。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。それからもう20年以上経つのか。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라騒ぎやがって。そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやすさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、
今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。キリュウ、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。その辺のこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中は浮かばれやしない。目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ錦！夢か。どうしたの？怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ？どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹空いた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。1年前、俺は大切な人間を失った。今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ東条会の二次団体堂島組にいた頃、俺には家族と言える仲間が3人いた。
一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれた親さん、風間慎太郎。失礼します。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。もう酔ってるの？両親がいなかった俺にとって、その三人はこの世で唯一の家族と言える存在だった。だが、やっちまった、東城会の大幹部を。俺の目の前には屍になった堂島組長の姿があった。原因は堂島組長が由美に手を出したことだった。おい、しっかりしろ。錦、由美を連れて逃げろ。お前は行け、錦。由美を頼む。桐生は行け。かけがえのない二人を守るため、動くな。俺は覚悟を決めた。食事始め。刑期は10年。服役した俺には組織からの波紋状と由美が失踪したという知らせが届けられた。由美を頼むぞ。錦にもそう伝え。親殺しの汚名。囚人番号12。組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやさん、風間のおやさんだった。出所した俺は風間のおやさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるため、神室町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは、直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億、盗まれたってのは本当ですか？豹変したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。おやつ。突如東城会に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、桐生のおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが
残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は遥かを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若い者は向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ、俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。遥と逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。大丈夫か？かすり傷ですわ。
御身連合の合田会長のもとへ。お前わしと桐生さんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。寺田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 さん、しっかりしろ。寺田寺田さん、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょう。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東城会五代目寺田幸男は、近江連合五代目合田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。まさかこの訴状を関西に持っていくつもりですか。大工、落ち着け。親の玉を取った相手のところに出かけていって杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか。やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか。戦争すんにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか。お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です、姉さん。この一件自分に任せてもらえませんか。桐生、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか合田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい。あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。わかった、この件はあんたに預けよう。いや、しかし姉さん、本当ですか。でもそれじゃ近江が。考え直すことはできないんですか。桐生は東城会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。
東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね。はい。ですが、一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ？寺田が死に、東条会は柱を失った。今の東条会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東条会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい？そう取ってもらって構いません。あんた、ですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか？大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか？大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね？はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ？関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所して神室町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。おい、ああ、
何？久しぶりだな。話がある。おう、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表に出ろ。お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。退屈させんなよ。おら。
恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何をだ。風間のおやっさんや島の、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い搭乗会を、もう一度あの頃の搭乗会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。
登場界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。登場会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長合田隆二、今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ、5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、東城会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東城会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだんか？一人でな。合田隆二ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でまくられ、臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは登場会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが、近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。
桐生さん。ん？いや。よろしく頼む。いや。もおい。せや。
おい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん行さん引っ張ってこんかい。ええ加減にせえ。もうええ。あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。感覚あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい？未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでいっか。ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ、席外せや。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや。ええから早う謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。山田、悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。あの、親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい？え、あ、いや。まあ、飲めや。はい、いただきます。これで思い出してやろう。はよ言うてみや。これ関西の竜。関西の竜って言ったんだ。
ちょっとあんた落ち着かねえ店だ。待てや、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら、舐め腐った。大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのう。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてくださいや。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔立てたってくださいや。合流会、よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田龍二と申します。ゴーダ、近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさがいに。ああ。でお名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。キリュウカズマだ。道島の竜、東城会の桐生カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、そや、せっかくやから教えます。
さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい、関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の竜は死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、12時、一体何が始まるんだ。Okay.